ル芸術工房のロボンです。今日はオリンピックのトリビアをお届けしたいと思います。オリンピックでは1912年ストックホルムオリンピックから1948年のロンドンオリンピックまで芸術競技というものがあったのだそうです。この芸術競技にはさらに絵画、文学、建築、彫刻、音楽の種目があって、1936年のベルリンオリンピックでは絵画種目、絵画部門で日本人の藤田隆二さんが、また絵画種目のデッサンでは鈴木須崎さんがなんと銅メダルを獲得しているのだそうです。どうでしょうか。ちなみにこのベルリンオリンピックでは音楽種目ではあの有名な山田耕作さんも出場していたらしいです。ということでロボンの雑学でした。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。イーゼル芸術工房です。ハンバーガール Z です。マイナリングスです。私たち毎週末通天閣地下スタジオ通天にてフリーライブを行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房のマンスリーライブがあります。私たちも出演します。イエーイ。どうでしょうか。なかなか驚きのトリビアだったんじゃないでしょうか。